おはよう地球、宇宙人 VTuber のちびゆきあみ8号です。はい、キュートズにありがとう。はい、キュートズにゅー。大喜利会場かな。大喜利会場じゃないよ。おはよう、おはよう地球。今日はアイドルソング縛りオートバックだよ。みんな、いつかの配信で、なんか、ゲーム勝った人、優勝した人をちびゆきに無茶振りする権利ね、みたいな話してて、アイドルソング歌枠してほしい、みたいなのがあって、オッケーオッケー、いつかやるからって、約束したやつを、その約束を、果たしに来たよ。私に来た。でも可愛いアイドルソングをいっぱい歌うから、みんなもコロナで声出せない、ライブ普通今声出せるとこ少ないと思うけど、家だからさ、みんなうりゃおいうりゃおいって言っていいからね。おはよう地球。地球防衛軍なんて話知らないの。地球防衛軍なんて話あったかな、知らないな。ホラゲの約束を果たしたよ。会員症候群をやったじゃない、会員症候群を。おはよう地球、おはよう地球。ホラゲの約束を果たした。地球防衛軍は記憶にございませんね。記憶にございませんよ。BTM で夢聞きたいな。でもちびゆき、ちびゆきすぐ悲鳴出すから大変だよ、そんなん。本当の悲鳴聞こうと思ったら、どうも地球防衛軍のジョリーダモニーです。そんな無茶ぶりあったかな、そんな。はい、ということで、歌っていきましょうか。ファイバー虫、6は変えるとか、どっちする？やだよーやだよやだよー、虫と変えるは本当にダメなんだってば。せめてイカ。だってちびゆきモンハンのなんかモンスターもちょっと無理なんだもん、なんかの爬虫類感。さあ最初から可愛い曲歌ってくぞ。楽天カードマン。めっちゃ突然始まるなこの曲。さあそれでは楽しんでいきましょう。この歌枠何だい何だい、この歌枠とかけまして、ゲバ届きます。その心はアイドルさくらなのでしょう。整いました。のんちゃんもさっきなんか月の歌みたいな歌枠してたね。アイドル、ガチアイドルがの歌枠みたいなやってたね。こんばんはこんばんは。そう、ちびコメントしに行ったもん。月の歌といえばって言って、炭鉱節歌いに、コメント欄で炭鉱節歌ってた一緒に。月が出た出た、月が出た、よいよい。
そんなご機嫌なちびゆきがお送りいたします。最初の1曲目はまずはこの曲聴いてください。失敗しました。時間が長かったせいで、あなたの癖や性格だって他の子より知ってんの。はぁ、くじなしで恥ずかしがり嫌なあなたをもう待ってたまもの。キスをあげる
アイドルの曲ってなんとかなんとかみたいなの多いよね。なんかさ、漢字カタカナみたいな、なんか多くない？すごいサイダーとかなんかあるじゃん。なんだっけ、忘れしちゃったけど、なんか純情なんとかとか。多いよね、多いよね。カタカナ多いよね。まあ、パッと今出てこないんだけどさ。そういうイメージ、なんか二字、漢字二文字とカタカナつけとけばかっこいいと思ってるんでしょ。と、ちびゆきは思っております。次の曲も元気いっぱいお送りします。ちびゆきの担当カラーは黄色なのね。黄色いサイリウム、メンバーシップの人は黄色いサイリウム、メンバーシップじゃない人は黄色い棒状の何か、うん、フリフリしてね。それでは聞いてください。みんなで盛り上がっていきましょう。待ってね全部出だし失敗する。今日全部出だし失敗する。ポンポン、もうちょっと音大きくならんかね。よし、今度こそ仕切り直して弾いてください。
2番。春夏秋冬いつでもノンストップ、大人が仕掛けた罠をくぐり抜け出血取ります。 Are you ready? 番号1234。なんかさ、アイドルさんってさ、コールとかあるよね。その子のコール、ちびゆきのコールがあるとしたらどんなコールなんだろう。なんとかかんとか、なんとかなんとか、なんとかなんとか、ちびゆき、ちびゆき、なんかわかんないけど、なんかあるじゃん、なんかコールがさ、ドスコイドスコイじゃない、ドスコイドスコイみたいな。え、ちびゆきのコールドスコイドスコイなの？あ、みんなドスコイドスコイって言うんだ。ちびゆきがアイドルだったら、ペッタン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 は悪口。ドスっていう人と恋っていう人がいいのかな。ドス恋、ドス恋、ドス恋みたいな、うり、うりゃおいみたいな感じで言うのかな。うりゃおい、うりゃおいみたいな感じ、ドス恋、ドス恋ってみんな言ってくれんの？笑っちゃうよ、そんなの。笑っちゃうよ、みんなドス恋、ドス恋言ってたらさ。ぺっこいって可愛いね。あ、混ざると可愛いね。
ペッコイってなんか、なんかどっかの方言で可愛いって言ってるんじゃないかなみたいな。受け取られ方しそうで可愛いな。ペッコイペッコイ。めんこいみたいな。なんかどこかの地方の方言で可愛いって意味なんですよって言ったらワンちゃんみんな信じてくれそうな言葉。ペッコイペッコイ。めんこ、めんこはなんかカードで戦うやつだよ。なんか知らんけど。ちびゆきちゃんってペッコイよね。あ、なんかいいいいいい、なんか褒められてる気がする。ちびゆきちゃんってペッコイよねって言われたら、あ、褒められてる気がする。めっちゃ、めっちゃ褒められてる気がする。いいね。五感がいいよ、五感が。ゆきちゃん、ひどそんな、そんな、モンゴルの大草原みたいな。広がる部屋の、すごい農業、農業に向いてそう。それでは続きまして、元気とか笑顔とかつけるといいと思うんだよね。ああ、ありがとう、ありがとう、それは嬉しい。いつでも元気だみたいな。鼓膜の、鼓膜の破壊、破壊神。なんだろうな、なんだろうな。まっさらブルージーンズとかいつか歌ってほしい。まっさらビンのブルージーンズ。あー、音源あるのかな。まっさらなブルージーンズは硬くて履きにくいよな。硬くて履きにくいよな。はよ地球。新品は硬い。そう、新品硬くてさ、着にくいよな。マッサルブルージーンズってまっすぐボディ。いい風に受け取ったら姿勢良さそうって思ってもらえるかな。サラブルージーンズは音源あるのかな。いつか、いつか、いつか歌ってみ、歌ったらいいな。オート
姿勢がいいの。姿勢がいいのよ。スラッとしてんのよ。ねえ、大声で言わせてもらいますけども、ティミユキはティミユキは姿勢がいい。だからまっすぐなボディ。それではそんなティミユキが歌います。聞いてください。僕は君に伝え
3曲目は AKB48 さんの大声ダイヤモンドでございました。パチパチありがとう、サイリウムありがとう、フランスパンありがとう。好きとタカが交流してたような、そう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 、好きって言葉は最強さのところで好きって好きって交流するんだよ一緒にね。この曲楽しいよな。ひびき踊れてさ、この曲だから思わず踊り出したくなっちゃったよ。パチパチありがとう、ありがとう。だから声高かったんだ、声高かったんだ、踊っちゃったよね。倒れていくのかわいい、キャーって踊ってるから、踊ってるから、動きを、動きがちびゆきの躍動感が、熱い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 、動いたら熱いよ。みんな声が高い、みんな声が高い。ラオレル腹筋マシン乗ってるよね。ワンダーコア、ワンダーコアなんてなくたって腹筋できるよ、ちびゆきは。なんかさ、ちびゆきさ、結構な数のさ歌枠をさ、今までやってきたからさ、結構なんか歌ったことある曲がさ、増えてさ、うん、歌ったことある曲が増えて、なんか歌でしりとりとか、なんかそういう企画ができそうなぐらいになってきて、お歌で、お歌でしりとりできるようになった。ワンダーコア懐かしい、ワンダーコアーみたいな。しりとり楽しくない？曲名のタイトルでしりとりとかできるまであるなって思ったんだよな、ちびゆき。なんか数えたらすごいレパートリーあってさ、ダイヤモンド、ドレミの歌とか、そう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 、大声ダイヤモンドの次がどうだかな。そうだな、大声ダイヤモンド立ち通天とドライフラワーワン、渡り鳥、リン、リン、リライトと、とんでもワンダーズ、つぼなみの耐久、そう、しりとりで、しりとりで、なんか楽しそうじゃない楽しそうじゃない、なんかさ、
もういろいろ出てくる、多分いっぱい出てくると思う。どうしたらなんか楽しいかな、この企画。なんかせっかくだからちびゆきっていうのもなんかしりとりに参加してほしいよな。なんかちびゆきもさ、その場でさ、あるかなあるかなってこう探す感じが多分楽しいと思うんだよな。もともと用意してるんじゃなくて。いやでもどうなんだろう、もともとそのしりとりを用意しといた方がいいのかな、もともとみんなのお楽しみみたいな。しりとりだからりから始まるよとか言っといて、みんなに瀬取り予想してもらうとか。何がいいんだろうな、こういうやり方だと楽しいかな。ちびゆきもやりたい、すごい楽しそう、ワクワクするぜ。楽しそうでしょ？ちょっと考えとくわ。さあ、次の曲はしっとりめでお送りしたいと思います。それでは、聴いてください。どのくらい歩いてきたんだろう。
はい、ということで1曲目はこちらの曲、ビッシュさんのプロミスザスターでした。パチパチ、ありがとう。サイリウムありがとう。なんかあの杖振ってくれてありがとう。ブランスパン振ってくれてありがとう。いやビッシュさんとかビスさんとかちびき大好きなんだよね。あーメルメルちゃん250円ドリンクチケットありがとう。ドリンク大別です。このライブチケット1500円、ドリンク大別となっております。チェキは1000円で取れます。ありがとう、ありがとう。ドリンクチケットね。何がいいですか？グレープフルーツジュースがいいですか？ワンドリンク別。いや大好きで本当に。このプロミスザスターもちびき踊れんだよね。だから僕は待って。チケライ、メルメルちゃんチケライありがとう。メルメルちゃんもドリンクチケットありがとう。瞳見けてるって感じでなかったから、うんうん、振り付け、なんか振り付け伝わらないから。どうやったら伝わるんだろう。頭をくるくるして、頭の上をして左右にステップしながら手を上げる。あもうくるくるして、頭の上じゃないの、頭の前か、頭の前の手を前にダンス。左右にステップしながら手を上げて下ろす。ドリンクチケットグレープフルーツリンダちゃんありがとう。どれだけ話せば分かってくれるわ。なんか中腰で手をグーにしてこうフリフリすんの。でくれるわ。なんか頭からなんかこうふわふわふわってなんかが出てる感じのこうフリ。後ろを見て振り返る。指で星の絵を描くっていう感じの振り付けをやってます。伝わらないね、伝わらないね。早く 3D になりたい、早く 3D になりたいよ。みゆきゃん、で、行きまして、いや、やっぱねビッシュさんといえば、ビッシュさんでちびゆきといえばこの曲っていう曲があるので、メルメルちゃんありがとう。チケット代別だと聞いてありがとう。ズボチャセンキュー。チケット代別。模擬ライブだね、模擬ライブ。てっこい、てっこいアイドル、てっこいアイドル、元気お兄、お時間です。よろしくお願いします。あ、そんな感じで、いやなんかちびときがさ 3D になれて踊れるようになってさ、しかもさなんかさリアルのさライブ会場でさ、こうなんかあのなんかちゃんとさこうバーンってちびきがこう映ってさ、ライブとかでなんかできるようになるぐらいになりたいよ。夢あるよね、夢ある。カフェイベントとかもね、
やってる。あ、望月ももちゃんがカフェイベントとかやってる。トモピどうだった？アリーナいけるかーとか言ってほしい。アリーナー2階席女子わー男子おはー全員ウェーありがとうまだまだ足んねーよウェーそれでは聞いてくださいなんとかかんとかみたいな腹筋してるのしかわからんじゃあこれはなんかなんだろうなんか消えちゃうんだよねあれやりたいあれやりたい客席を降りたい客席を消えるのはクソいや宇宙人だからさなんかさなんていうのステルス機能がこう働いちゃう時があるんだよね。なぜか、なぜかステルス機能が。ではない。ちびゆきが透明になったわけでもない。周りの背景にぴったり重なってしまったのだ。それでは次の曲ちびゆきが一周の大好きなあの曲を再び歌うわけじゃないからこれはただのデザインだからよいことですことそれでは聞いてください
最後バルノリ最後バルノリしました。パチパチありがとう。フランスパンありがとう。サイリウムありがとう。まちびゆきが大好き、ことあるごとに歌い続けている星がまた叩く夜にでした。星がまた叩く武道館ありがとう。気分は武道館。ありがとう。武道館、そう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 、もう巨峰が美味しい季節だな。種なし巨峰って美味しいよなんて、そんな武道じゃないでしょ。そんな武道じゃない。武士の武、道徳の道、九段下にある武道館でしょ。見ながら、うん、あ、ちびゆきの、ちびゆきの体にくっついてるこれが気になるのか。ちびゆきのさ、ちびゆき瞬間移動しちゃった。これが気になるのか、これが気になるのか。お、至るところについてる気泡ね。デラウェアも好きだよ。あ、この襟についてるのはデラウェアかな。続いて歌うのはこちらでございます。今日なんか一日眠いの。なんで？花粉？花粉とか？それでは聞いてください。
坂さんの作曲風に吹かれてもでした。パチパチありがとう。サイリウムフランスパンありがとう。スイありがとう。さあここで残念なお知らせでございますが、次の曲が最後の曲でーす。いやなんかでもさ、ボーのさ、ボーのハロプロ、ももクロ、AKB、ビッシュ、欅坂、なんかこう結構バランスよく網羅したと思わない？なかなか今回のセトリは。ナイスナイス反応。女性アイドルは次からして男性アイドルに行くんですね。わかります。男性アイドルの立ち引きわかんないよ。男性アイドルってそもそも何が男性アイドルなの？どれどこなんか、えあれか、 J か、 J のやつは男アイドルか。でもなかなか良きバランス。スマップ嵐、おいしい嵐ね。嵐か、何の画像、そんな発想なかった。こっちもいけんのか。とりあえず準備してた曲を歌おうと思います。キンキキッズ、確かにこれはありそう。なんか探したらあるな、絶対音源。盛り上がっていきましょう。Yes.
ちょちょちょいい感じ。景気がいいイメージ。なんか景気いい気持ちするよね、モーニング娘。って。あ、これでさっきのダブルボリューションで最後の曲だったんですが、なんかせっかく男性アイドルはって話があったから、ちょっとたまたまスタートアップの歌っていいよリストに入っていた。歌えなそう歌えなそう、突然歌える代物じゃなさそう。突然歌えない気がしてきた。そうだよね、あ、無理だ、サビしか知らないやつだごめん、ごめんね、ごめんね、ちょっと男のやつは歌えないや、サビしかわかんない。なので、お詫びで自主的にアンコールしようと思います。なんかこれ聞いたことある、有名なやつだから歌えるかなって思ったけど、よくもうサビしか、どう考えてもサビしか知らなかった。どう考えても寂しか歌えなかった。それでは最後の曲です。アンコール、聴いてください。好きになってもっと私を見てもっと恩返しは愛のこもった嘆きすべ気のせいじゃない、目は合ってるよ、ハート作って恋しちゃってください。
別な日になりますように。共に歌おうずっと、共に歩もうずっと、合言葉はとびきりの LOVE。 もっと私を見て、もっと恩返しは愛のこもった何キスで虜にする。飛ばせていただきました。パチパチありがとう。パチパチありがとう。LOV ありがとう。ニューボーも地球も。サイリウムもいっぱい。ありがとう。ステッキもいっぱい。チビーム。チビームチビーム。チビユキ、わーい、わーぞ、ポール、ありがとう。ということで、本日は、かわいいかわいいアイドルソングをたくさん歌わせていただきました。パチパチありがとう。それではまた来週のスケジュールはスプラトゥーンをやったり、ついにスプラトゥーン3をやったり、あとはちゃんたまの団員戦とかもやったかなと思ってるので。あー、ラギちゃんスパチャ請求無茶ぶりしてごめんな。チケ代チケ代ありがとう。当日券、当日券のチケ代ありがとう。そうスプラトゥーン3、そうちょっと参加型もやりたいんだけど、参加型もねまたやるんだけど、おいおい、ちょっとまずはヒーローモードからやった方がいいという噂があるので、ちょっとヒーローモードを最初はやっていこうかなと思います。楽しみだろ、楽しみだろ。まだねまだねまだね、あのチュートリアルとかも、あ、チュートリアルは済ましといた方がいいか。でもすごい楽しみ、すごい楽しみだよ。もうたまらない。そう、明日、明日だよ、明日、明日夜8時からスプラトゥーン3始めるのでお付き合いください。それじゃあちびゆきがせーのって言ったらバイバイ地球でお別れするでしょう。ゆっくりしよう。